第二次大戦、指導者列伝、参考ですね。今度はスターリンです。これはロシアの貴族風に修正されていると言われていまして、まあ、本物はね、老いた虎を思わせるアバトの残った小男で封鎖がらないというようなふうにみんな言われているんですね。さて、これ先ほど前回もね、示した全体の、戦争のですね、流れ図ですね、因果関係のね、大恐慌、共産主義者の後退、ヒトラーですね、これ前回これお話ししました。さて、このヒトラーの台頭を恐れたこのスターリンが、この共産主義者ですね、これは世界中にいまして、各国の、まあ、欧米や日本でも上流階級にいたわけですけどね、こういう人を使って、各国の、機密を盗むだけじゃなくて、政策を動かしてですね、自分の思う通りにやってたと。で、この人が、結局勝利者ですと。で、いろんな、工作をしたんですね。で、まあ、こうしたような話を、していきます。これがスターリンの写真ですね。もう本当に記録を見ると冷酷無比、まあ、告白というかね、自分の奥さん自殺するんですけれども、その兄弟とかね、親族もね、処刑するんですよね。で、これ娘が聞くとね、知りすぎているからなって言ったって言うんですけどね、とにかく、その他も大量殺人をやった人で数千万ね、本当に。大変な、虐殺者ですよね。ちょっと声聞いてみましょう。Stalin announces the scorched earth policy. これは独ソ戦始まった時ね、ソ連の人に呼びかけた。で、スターリンはロシア人じゃないからね、グルジアっていう辺境の民族だから、多くの人はひどい訛りに驚いたという話があります。で、このスターリンの人となりですよね。で、この人はグルジアというですね、コーカーサスの方の黒海の方のね、あっちの方の出身です。で、親はね、農奴階級、父親は靴屋かな、で、お母さんが芸場かなんかでね。で、この人は一人息子で、まあ、進学校へ行ったんですね。そのくらいの学歴。その後、共産党、レーニンの運動に入っていった。で、この動機は何かというと、まあ、一般に共産主義と理想主義だと思いますよね。自由だ、平等の世界を作るとかね。そうじゃなくて、娘はね、父はものすごい冷酷な、まあ、言えば現実主義者ですよね。そういう人間だったから、おそらく出世のためではなかったかと。もうこういう最下層の人間だからね、上がっていく機会ないですから。でね、彼はこの運動の中でも目立たない人だったんだね。だけどものすごい能力ある人だから、これはわざと他の競争相手に潰されないために、隠れていたんでしょうね。それで、政権が成立してね、ロシア革命になると、そうするとどんどん力をつけて、彼は組織を握っていたわけですよね。そしてもう有名な競争相手をみんな次々に処刑していく。で、ついに全能の独裁者、皇帝に匹敵する、そういうような人になって、まあ、極政治やっていくわけですよ。で、スターリンというのは鉄の人っていうかね、鋼鉄の人っていう意味で、あだ名でね、本名はヨセフという名前だったんですね。で、スターリンの国内政治っていうのは、まず恐怖政治ね、徹底的に国内を支配したんだけど、この左翼を弾圧したということを覚えておいてほしいんです。共産主義左翼なんじゃないですかって言うかもしれないけどね、このからくりは今話しますけど。で、経済はね、国民を捕まえて、まあ、奴隷にしてね、収容所に送ってね、それで、働かせた。で、工業はね、結局軍事力をつけるということで、
それまでの大農業国だったんですけど、ロシアをね、急速に工業化したんですね。で、農業はどうかっていうとですね、自作農をみんな殺してしまうんですね。で、国営農場にしがみ縛り付けて、まあ、奴隷ですよね、農業奴隷ですね、そういうふうな仕組みにした。で、まあ、こういう左翼を弾圧しているんですけども、外にはね、左翼の天国であるように偽装した。そのためにこう1938年例の岡田芳子、杉本って知ってるかなと思うんですけど、樺太から越境してね、ソ連のために働きたい共産主義者、たちまちこれ捕まって拷問して処刑で、日本のスパイです、サインして、あと銃殺ボンですね。岡田はまあね、美人だったから、女だからね、生き延びたんですね。でも戦後長く生きて、愛しましたけど、日本にも来ましたけど、日本に戻ることは許されなかったね。ソ連の秘密、ロシアの秘密を、まあ、知りすぎているとかね、知っているからですよね。そういうことがあった。で、スターリンの思想っていうのはですね、共産主義だって言うんだけど、実際は、民族主義も使うしね、独裁のもう思想っていうよりも力でね、支配したわけです。で、戦争中はロシアの帝政ロシアの文化とかね、そういうのを復活させて使うとかね、団結のためには民族主義はありませんからね、共産主義じゃ戦争できないから。それから人間の支配ではね、やっぱり恐怖感と、あと言語ね、言語を使ったんだ。だから、よく、これこそジョージ・オーウェルの動物農場にありますけど、平等っていうのが差別でありね、平和というのが戦争であるとか、今でもちょっとみんな気がつくでしょう。彼はこの侵略をね、解放っていうんですよね。そうするとみんな言っている概念は、この言葉で縛られちゃうもんで、正しく現象を理解できなくなる。そういうような混乱も起こさせたりして、非常に高度な人間支配をしたんですね。でも価値観的にはもう自分の生存ただ一つですよね。親戚も皆殺しちゃうしね、友達もいない。で、この左翼思想についてね、共産主義の思想についてはよく知ってるんですね。だからそういうのをどう利用するかはもう本当によく知ってる。誰よりも知ってる。だから自分はそうじゃない。現実主義者。そういうような人です。で、ここでね、左翼の話するってさっき言ってるんだけど、左翼っていうのは詐欺の構造なんです。なんていうかもしれないけどね。この指導者がいるでしょ、共産主義者がでしょ、一般国民がいるわけ。で、このトップはね、共産主義者じゃないの。レーニンでも、スターリンでもね。で、彼らはこの、共産主義者を使って権力を握るわけ。で、権力を握るとこれいらないでしょ、みんな殺してしまう。で、ここの中に入ってくる新しい共産主義者っていうのは、この人の言うことを右と言えば右、左と言えば何でも言うことを聞く。そういう人間に入れ替えちゃうわけですね。それでここに来るのが、まあ一般国民、この人たちは本当に気の毒でね、こいつらのために偉い目に遭うわけですよ。これがまあロシアにしろ、他のね、共産主義国家にみんなこの構造です。今北朝鮮や中国のこのトップがね、もう大金持ちになってるの知ってるよ、みんな家族とかね、みんながみんな知ってると思う。だから、私の説明もよくわかるでしょう。そんなふうな詐欺のね、巨大な詐欺の構造だったのね、共産主義運動っていうのは。で、これは殺されたね、人たち、もう若い老若男女、若い人はみんな殺されたの。これね、穴開いてでしょ、これ銃弾の跡です。ここに巻いてるから、本当にね、共産主義とか左翼っていうのは本当恐ろしいんだということをね、よく覚えてね、二度とね、こういうものが政権なんか取るようなことはないようにしなきゃいけない。で、さて、スターリンがですね、ドイツのね、脅威ということで、国際戦略、これを考えた。これは3つあるわけですね。それが、シナ事変、米国の取り込み、独ソ戦なんですね、これが。これからお話ししますけど、まあ結果的には大成功。そして、まさに、日米をね、手玉に取った蒋介石もね、使ってね、彼が戦後ね、世界地図を前にどうだっていうと、最高幹部たちはもう、あまりの素晴らしさというかね、凄さにね、素晴らしさ、そうね、声も上がらなかったと言ってます。また続けます。